懐かしい。こちらとシャリガンの感じ。はい、始まりました。どうもいらっしゃいませ。こんにちは。はい、ちょっと始まってるか見たいと思います。いいですか？少々お待ちください。どうぞ。どうぞ。皆さん、あ、始まってる？多分始まってるはずだよ。皆さん、ここどこ？ゆらり。わー。ね。はい。はい、一旦代々木4日間終わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さん来てくださった皆さん本当にありがとうございます。はい、大事なことがそうでましたね。今日リーダー言っちゃってください。はい、私ですね、ココナッツフェス、ゾゾマリンスタジオでまた追加公演を。スタジアムですね。マジで、お願いします。ゾゾマリンスタジオ、スタジアム違うね。スタジアムで、そう、ゾゾマリンスタジアムで追加公演が決まりました。皆さんが実際そのライブ会場で最後に告知されたんですけど、そこをみんなが見てるところを私たちも見てました。一緒に裏でめっちゃ皆さんが「わー!」って言ってくれて、どうやってこわーって涙出てくれて、去年のさドーム公演発表の時の感じがして、うん、思い出したよね、あーみたいな感じで。We just announced that we are having like an additive, right? Mm-hmm. And it's going to be a stadium, which is the first for us because we've done an arena and we've done a dome and we've done, you know, a lot of different things. But a stadium is the first and it's outside, so it's very special. And that's what our added tour dates were. So we were talking about our added tour dates. Thank you so much. そう、さっきプレチゲの話をしたんですけど、私たちはちょっと待ち時間があったのでちょっとプデりました。イエーイ。プデりました。プデりました。一緒にプデる後で、うん、当たり前じゃないの。一緒にプデってね。まだこんなにしかもラーメン。そうなんです。本当はないんですけど、新人がね、追加してくれた。そう、私たちが公演中の夢しまったから一応見せてください。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、一緒にプデりましょう。プデってください。いやー、遊戯4日間早かったですね。はい、ね、本当にね、あっという間やった。なんか始まる時は、うん、4日間もあるってこう覚悟しとったけど、いざ始まったらさ、めっちゃ幸せすぎて、ね、なんかもう1日でも間あったよ。けどなんかこれもすぐ過ぎてった。うん、よかった。よかったですね。次は大阪。早いね。大阪行きたい。行きたい。行きたい。大阪。大阪という名の神戸。あ、え、大阪の神戸じゃないの。大阪だよ。やったわ。何をやった。やっちゃった。出るよ。大阪情報だよ。情報だよ。あれ、神戸なんか神戸記念ホールだからなかったっけ。去年だよ。去年じゃない。大学じゃないのリオ。まだね、リオが去年にいるということで。そうだね。だから、まあ、現在世界のリスコの子だけ来てるの。めっちゃ違うんですけど、すいません、本当に。世界の。大阪情報ある楽しみに、たこ焼きとかも食べてるし。いろいろ。まだね、あと、あれ、マユクから聞いたんですけど、大阪の、わらわらわら、ファンの方が、腕が重い。大阪の方って、声をめちゃくちゃ食べる。めちゃくちゃ楽しみです。大阪のみじゅ頑張ってな。みじゅ期待してるで。期待してるよ。喉からしてな。リクロおじさんのプリン食べれるんじゃない。プリンも食べれるやん。そうじゃん。ありがとう。回るかわかんないけど、もらえるね。やってたやん。去年好きだったもん。そう、美味しかったもん。見てるや。うん。いや、見て、見る、見てるや。え、大阪で一番好きな食べ物何か。たこ焼き。もう選べないですかね。なんかタコせんのなんか食べてなかった。あ、でもタコせん好き。でも実はたこ焼きは私、明石焼きの方が好きです。やっぱそうな。
だしが好き。半月も食べたね。そうだね。半月焼きあの時20個くらい食べた。ずっと食べたもん。20個食べた。ほんとに。あの、なんかさ、船にさ、ちっちゃいね。あれにさ、2個ずつやってるか。あれをほんまに、ここは食べた。え、それ明石焼きが？マジか。20個余った。そうなんだね。はい、そうですらしいですね。まあ、素晴らしい。まあでも東京ね、私地元なんでね、やっぱり嬉しいですね。確かにね。お友達とか来た？お友達たくさん来ました。おー、よかった。なんかアンコールミッションも当たったみたいな。すごいなの？素晴らしい運ですね。え、どの曲当たったの？アイエンすごいマニアックですね。ちゃんと20のやつを見てますよ、アンコールミッション急いで切る。いや本当に面白いですよ。わ、今日この人が踊ってみて楽しんでます。皆さんノリがよろしいです。本当にもう見ててすごく楽しいです。着替える早い組やな。そう、着替えてすごいギリギリやる。私が余裕。ああ、ミニット名？うん。あれコメントで書いてあった。私たちのユニット名。そっかそっかそっか。ユニット名？ユニット名。ユニット名、あ、そうね。はい、ユニット名考えてね。あ、なるほどね。代々木2日目で、その YouTube ライブって言ったんで、今日の最終日のね、言いたいと思います。はい、どうぞ、あやかさん。え、ガブ。一緒に一緒に言おうよ。せーの、ガメラでーす。理由はですね、私のオレンジが冒険心っていう意味、花言葉があって、白のガメラは、希望、はい、ピンクは感謝、そしてそれで3本集まるとあなたを愛しています、キャー、虹を愛しています、キャーっていう声が聞こえました今日。おー、代弁してくれた。ありがとう。素敵なお名前をありがとうございます。ありがとうございます。募集。じゃあ募集を締め切ります。はい。という感じでね。まあね、WiZiUの皆さんはまだご飯食べてない方とかもいると思いますし、ライブ後、今日のといっぱい使って疲れちゃったWiZiUも多いと思うので、今日はゆっくり休んでくださいね。喉を温めて、美味しいもの食べて、ゆっくりたくさん寝てください。はい。ね、ということで、はい、はい、そうですね。あれ、プデチゲの話もした。だけどさ、結構したよ。いいよ、どっから。2個くれてる。プデチゲの話したよ。これ取る。いいよね、20年前の世界に。今はね、ちょっとお店あるよ。すげえな、やっぱり。ちょっとあの、時空の違う世界にいるみたいで。バレたか、目が外れるの。内緒してたのに、こんなとこで。いや、逆に今までよく隠し通してたな、お前すごいわ、逆に。てれてれ。いや、裁判から戻れてない。一人だけね。でしょ？私が書いたの。あやか、ちょっとこれ頑張ってね。え、これ頑張りました。あ、ね。あ、なんでなんでなんでよ。なんでよ。見せません。見たまりになるだろ。やろ？今回は。あ、めっちゃ TMI 言っていい。昨日、リオの携帯のフィルム貼ったんです。うまい。ああ、でもめちゃくちゃ上手だった。めちゃくちゃ上手。でもでもでも、私、2週になってからっていうか、まゆかとが同じアレンジャーの宿舎になってから、3回目くらいまゆかにフィルム貼ってもらう。めちゃめちゃプロだし、なんかすごいやってくれる。ありがとうございます。卵かけご飯作れない。使ったことない方がやばい。フィルムつけたことない方がやばいし。あやかが人生の中で1回も卵かけご飯を作ったことがない。なんでか、人生で1回もリオ、携帯のフィルムを貼ったことがない。どっちの方がやばいかって話をして。で、WiZiUの皆さんにバブルで聞いたの。そしたら、卵かけご飯がやばいってなったのに、あやかは、ずっと、え、全然そんなやばくないよって言って。あやかは、認めへんから。もうな、違う。いつもお母さんに作ってもらえたのやな。でも、自分で作れるの。作れるけど、作らない。もうなんか、やっぱり、卵かけご飯の方がやばい。やばいっていうことで。ニヤニヤ、やっぱやばいんだ、ニヤニヤ。やったらできるから。そう、
ればできる。やらないとできない。ね。そうね。いや、いや、いつかやろうと思う。やろうと思う。そういう一日だった。そう。そういうことで皆さん。やろうと思う。一日だった。丸。はい。以上。はい、リズでした。バイバイ。はい。そろそろ、プデロ。そうだね。みんなプデリたいもんね。プデ、プーで、チゲ、ウーファイティンしたかった、やっぱりプデロ。じゃあ、今日もプーで、チゲ、ウーファイティンで締める。そうだね。ありがとうございます。さあ、では。次は大阪で皆さんお会いできるのを楽しみに待ってます。はい、大阪で会いましょう。会いましょう。それでは、いくよ。せーの。